サントクロワ・アンジャレは、フランス、オーベルニュローヌ・アルプ地域キ県、ロワール県のコミューン。クゾンカは1280年、ギオーム・ドルシオンの未亡人、ベアトリックス・ドラ・トゥール・デュ・パンによって、修道院が建立された。ギオーム・ドルシオンは1275年に、エルサレム王国の首都サンジャンダクルへ送られ、1277年6月8日に、 発生したシャルルダ団獣のクーデターによって消息を絶っていた。彼女は祈りによって自身の記憶を尊ぼうとした。そのため自身のおじの一人が入会していたシャルトルーズ会の修道会に沿うようにしたのである。彼女は現在のシャトーヌフの村の位置に高度として要塞を所有していた。そこはクゾン川とジエカーの合流地点でオーベルニュからローヌガータニへ向かう。 道の戦略的規路となっており、修道院を混流することとなった場所からおよそ 10km の範囲内にあった。フランス革命はすべてをひっくり返した。現在の教区教会はこの時も今と同じ場所にあった。被災や兄弟たちの共同体は1792年まで存続していたが、その後国有財産として押収された。 修道院は1794年に競売にかけられ、地元の世帯が内部に定住できるよう44分割した。ブルボン王政復興後、シャルトリウズ会は資産を取り戻そうとしなかった。44家族とそれぞれ交渉する必要があったからだ。しかし自衛化は国の産業化が始まると、孤立を必要とする修道士たちにとって情勢は非常に不確かとなった。修道院は、 サントクロワン・パブザン修道院の名で村に残った。パブザンとは隣接するコミューンの名である。1888年にコミューンとして分離し、サントクロワン・ジャレとなった。1840年、中庭に面した回廊は、荷車の往来を容易にするため破壊された。この時代に創建者、ベアトリックスの部屋も崩壊の恐れがあったため壊された。 総研寺からある石のボールとは解体されて、木枠に置き換えられた。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに住所登録をする者の,の重複分を除いたもの。それ以降は、当該コミューンの人口統計によるもの。1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降 i NSEE。ありがとうございます。